広瀬すずちゃん、これ絶対言わないでくださいよ。ここだけはカットしてくださいね。すごい芸能人のどうでもいいニュースというのやったらどうやみたいな。まさかモノマネされると思えへんかったみたいな。寂しいのが一番なんですけど、マイナビニュースをご覧の皆さん、どうも井上ここぞです。ちょっとやばいスクープいきますか。広瀬すずちゃん、女優の広瀬すずちゃん、これ絶対言わないでくださいよ。実はニラがめちゃくちゃ好きだったんですが、食べ過ぎて飽きちゃって、でもまた最近ニラ好きになってきてるらしいんですよ。ニラのブームが来て去ってきたってことですね、うん、もう一個言うと、 お姉ちゃんの広瀬アリスさんのスクープ、絶対言わないでくださいよ。実は1日のうちで一番調子いいのは群抜いて昼前らしいんですよ。昼前が調子いいらしいです、一日の中で。これも言わないでくださいよ。ここだけはカットしてくださいね。あのですね、井上こぞさんなんですけども、これ絶対言わないでくださいよ。実は井上こぞさんと共演するとき、こぞさんがこぞさんの声に寄せてくれてるらしいんですよ。こぞさんが普段言わないのに、絶対言わないでくださいよって言ってくれるんですよ。こぞさん聞いたんですよ。僕言わないけどねって言われて、そういう絶対言わないでくださいとか実はっていうのはこぞさん言わないんで、こぞさんって意外と言ってるセリフってなくて、なんか僕もよう見てたんですけど、必ず言うセリフないんですよ。最初はまあ顔が似てるっていうのを、もう10何年15年ぐらい前にテレビ局で、それこそ ABC 放送で僕が歩いてて、オーディションで、でこぞさんが前に来た時に、すれ違った時に周りの芸人が、あらこぞさんやみたいな、顔似てるやみたいな、全然そこまで気づいてなくて、でそこから相方の和田ちゃんが、まあ、漫才で、あ、こぞさんやっていうのでいじって、顔、いや似てるけどぐらいやったんですよ。サバンナさんに可愛がっていただいてる先輩、サバンナ高橋さんとか八木さんに、なんか、いやお前も井上こぞさん似てんねんからモノマネしたらええんちゃうって言われて、で僕でもモノマネって一切したことないんですけど、どうやったらいいですかねみたいな、まあ、一応声真似で、あのですねとか言ったら、あ、まあそれでいいやん全然みたいな。で高橋さんが、じゃあすごい芸能人のすごいスクープの芸能リポーターから、すごい芸能人のどうでもいいニュースというのやったらどうやみたいな。でそっからですね、だからまあやっぱ芸人のうちにおると、こうモノマネだけじゃなくてちょっと面白い方にできへんかっていうのがなって、こういう形になりました。まさか僕がこういう風なモノマネしてると思えへんかったし、こぞさんも言ってくれたのが、いやまさかモノマネされると思えへんかったみたいな。でそれってやっぱりモノマネされるということは、まあ皆さんに認識されてるということやからっていうことで、まあある意味自分が一人前になれたんやなっていうのも喜んでくれましたね。そうですね、こぞさんと出会ってない、こぞさんやってなかったら今の僕は多分ないと思うんで、本当にこぞさんがよう言ってくれるのは、もう最初取材してくれた頃なんて、もうほとんど吉本の仕事もなくて、もう当然飯も食えずバイトばっかしてたんですけど、何年か前からやっぱなんとかお笑いでご飯食べれるようになりましたし、それを見てこぞさんもほんまによう言うのが、やっぱ出会った時バイトしたけど、なんとかお飯食えて結婚もできてるからすごいなみたいな言ってくれましたし、最近ではまあこぞさんよくネタにしてるんですけど、この前新大阪でスターバックス行ったら、初めて言われたわ、で何をですかって聞いたら、いつもテレビ見てます、相方さんと漫才頑張ってください、いや俺がこぞさんに間違えられたよみたいな、そうって言ってよりだから、お前もほんますごなったなとか言ってくれたりとか、まだまだいけるのにやめられるんやっていうのが率直な感想なんですけど、でもまあちょっとやっぱりこぞさんの何年か前から僕も交流がありまして、体調がちょっとねあんま良くないっていうのはなんとなく聞いてたんで、まあ辞められるというか、ちょっとまあセーブする、卒業するということで、多分もう体を一番に考えてるので、僕はまあまあもうある意味ごゆっくりしてくださいという感じですね、はい、まあ正直ね、なかなか寂しいのが一番なんですけど、完全になんか引退じゃないじゃないですか。こぞさんと夢がありまして、共演で、あの12月31日のハワイの取材に2人で行きたいんですよ。これもこぞさんから前から言ってて、ハワイの空港で芸能人待ち構えたい、2人で。これはもう本当にこぞさんが引退というか、まあ卒業されてもハワイにおそらく行かれると思うんで、多分正月取材もされると思うんで、コロナ落ち着いたら1回どこかで
やるのが夢ですね。ほんまにこの RG さんのあるあるで、井上小構のドーデミースクープ、そして構造、さんと森岡さんのマジのスクープ、この4つが絡み合うのがすごい楽しくて、これがほんで初めての東京開催で、前回2年前に流れてしまったね、コロナで。今回リベンジ、そしてもう構造さんがちょっとね、引退というか卒業宣言されたので、おそらく下手したらもう最初で最後になる可能性もあるかなと思って、もう東京でやるのも本当にやりたいけど、だからちょっとRGさんに無理を言ってやったんで、ぜひ皆さんにたくさん来てほしいですね。